ご利権の諸説あります学校の教科書に載ってない歴史について語ります今日のお題は何でしょうか今日のお題は美の神様<ー>、うん、美しいちょっとフォアとはしてるんですけども、うんうん、不思議な話と言いますかねへえ<ー>。ミスコンっていうの今は当たり前でしょ そうですね、うん、お馴染みになってますねお馴染みになりましたけども、はい、いつぐらいが最初だと思いますどうだろう、うん、なんかやっぱり昭和の高度経済成長期とともにみたいなイメージですかね、うん、そうです実まあちゃんとしたのはそれぐらいなんですけど、うん、一番最初は、うんえー、明治ですねえ1908年そんな前からはい。へえ。 明治41年に行われてますこれねちょっとアメリカの雑誌が仕切ったあのミスコンなんですけども、はい、その時に1位になったのがなんと福岡ですよ<え>当時小倉市長だった人の娘さんで<う>末ひろ子さんっていうなんかねちょっとへ演技のいい名前ですねあの方にも似てるようなね。 ああ、末広的なね、はい。末広ひろこさんってまあ美人、写真も出てます。これ<ー>が第一位になったんですね。これがまあまあミスコンの日本第一号ですよ。うんこれでこの世界のコンクールでもね、六位入賞しちゃったんです。 この子はそれは最初のコンクールで日本代表になって世界に行ったということ、えっと、そうですいわゆる取り仕切りがアメリカだったのでうん、うん、日本で1位になって世界でも出したら6位にもなったすごいですね、まあ、これもまたあのなんでこの人が募集されたかと思う あるあるでお兄ちゃんが写真を送ったああ、多<分>うちの妹可愛いからちょっと応募してみようかっていう、はい、そういう意味でいうとここが始まりだと思うんですけどそういうあのアイドルのいわゆるお姉ちゃんが勝手に送ってっていう風に、はい、それも多分1908年だと思います <laughs> 元祖ここここ,ここです諸説あります<う>でまぁ、あ、1位のなってダイヤをもらうんですけどねこの子はおうもうこ小倉小町て言われてるんですけどもはいはいはい ただこの子16歳で学習院の学生だったんですよ。はい。どこで出てらっしゃってこの学習院大学の当時の院長先生ですね。はい。が誰かと言いますと、あの軍神野木萬寿健。ああ野木大将。野木大将です。あの日清戦争で活躍して、まあ日露戦争遼沈ねあそこの要塞をいわゆる陥落殺した軍神。 山口には乃木神社ありますよね。あるでしょ。ありますよ。でまあ、戦場入りしてもこの人は眠らず、うもう食事もあの一般の兵士と同じようなものを食べ、うん、こう苦痛も同じように味わって勝つみたいな。その代わりその勝った時もまあ、はい、このロシアと戦う時はこの有色人種がこう白人に勝ったとっいうことで、うんうん、ま歴史上なかったんですねこれまで。<ー>ただそれでそういう写真を撮りたいと、えーえー、提案された時もいやいや。 ロシアの将軍に恥をかかしたくないということでこう平等に取らせるような人でもあったんですよ。はで己に厳しくもあったわけです。うんだから、うん、ちょっとこのミスコンっていうことに関して言うと、ええ、むちゃくちゃぶち切れて、ああその人の優劣を決めるようなことに対決しちゃったんですね。<え>小倉町のこの娘ほ<う>この末広ひろこ。 ほう学習院を退学させたうわー厳しいめちゃめちゃ美に対して厳しくま美を争ってどうするのかとあなるほどねいうことでうもう今時の感性を持ってらっしゃったってある意味そういうことも言えますよねまあまあかもしれませんけれども<う>まあでもその中で言うとそのほう その中ですごく落ち込んだんですよ。うん、やっぱこ小町はね、秀吉弘文ちゃんに関して、ね、で周りからもすごい批判をくらって、心、うん、の中では葛藤これから書もうめちゃくちゃ諸説なんですけど、うん、枕元にむちゃくちゃ諸説なんですけどっていう枕言葉ができたんだね。<laughs> はい、あります。これもうめちゃくちゃめ <laughs> ちゃくちゃ小説なんですけど、<laughs> 何？枕元に美と美を名乗る神様が立ったと。ええ その末広ひろこさんいや違いますこのあ乃木真理介のそうなんですへ<え>ー <laughs> でこう,<笑><笑>おうめちゃくちゃ小説だけどねおーやっぱ首の神様がおーハマってんな <laughs> <laughs> 怒っているとおー 正直そうういことでそこまでする必要なかったんじゃないかと末広ろ子さんに対してねそうこうなってくるともうそのあなたの家系に関してはもう「美は協力しませんよ」とその神様が言うにはね枕元がそういうことになったんですよだからいわゆる美人は生まれませんよみたいななるほど美とそうか縁を切るよみたいな縁を切るということになったまあそのまあその夢を見た あとですね、うん、ガラッと態度変えて乃木大将が乃木大将が翌年<う>その自分の旧友の息子のエリート陸軍中佐というこの小町を結婚させてるんですよ。うんえー、で縁談まとめて売借人まで務めてるんですよ。それを自分の,その乃木家から美をね立つことを恐れたかどうかは諸説ありますよ。 なのか、杉げひろこさんに対して申し訳ないっていう思いに気が変わったのか、そうですそうです。そこは小説なんでけどね。ただそのもう正直乃木さんにはもうあの息子さんも戦死してるし、娘さんも一人いたんですけど一切で亡くなってしまったんですよ。でこっからまあねそうやって子供作るとかそういうことでもないんですけどね。もうその乃木さんは有名にあの明治天皇が亡くなった後、後って殉死してしまうんですね。殉死。 してしまって、うん、まあ途絶えたかなと思ってよく学習院ね、はいえー、赤坂にこうある坂があったんですね。<う>それ幽霊坂とかって当時言われたんですけど、<う>この乃木坂さんあの乃木真之介さんが亡くなった後に名前を変えるわけですよ。うんうん、<laughs> なんて変えたんだろう。<laughs> 乃木坂に <laughs>。下手だなおい順番。<laughs> なんで先に乃木坂って言っちゃうんだよ。<laughs> でこれがね亡くなったのが2000 <laughs>、まあ、いわゆる、うんえー、1912年、はい、その100年後<う>2012年にある女子アイドルグループが何 <laughs> だろう全然わかんない乃木坂46下手くそだなおい持 <laughs> っていき方だいぶスペシャルだ <laughs> だいぶねだいぶよ本当に。 でもこれうまくまとめるとうまくなりますよね。どうだろう。今本番やいや練習じゃないでしょ。初節行き過ぎたからって。ちょっと鉄屋さん入って入ってしまって。でも後々。乃木坂フォーティシックスという。そこにでも繋がっていくね。繋がっていく美の神様と。今集団が約束したからそうなったっていうことですね。本当ですか？諸説あります。 <laughs> <laughs> なるほど、ね、はいはいこれは<ー>まあそういうねううでもミスコンにその乃木さんが関わっていたっていうのもあったしちゃんと反省してね、はい、えちゃんとこの末廣寛子さんをちゃんと自分のいけ、うん、エリートと結婚させてその、ね、末広さんも。 1963年まで長生きされますからね<ー>美女を守った、ね、っていうことでねそして誕生したのが乃木坂46であったそして誕生したわけじゃないと思うけどいつ、まあ、な繋がっていくということですね、はい、ということでここまでご利権のの説説あありりまますすでした最新作は RKB ラジオ日曜午前11時ゴリケンの「ぐるぐるマップ」の中で放送中こちらも「 ゴリゴリお聴きください